はい、こんにちは、ずんどうです。今回ですね、紙結び強化されたんで使っていこう。イラストが本当にいいんだよね。すごいさ、この正座してんじゃん。こっち見てるな、めっちゃ可愛いな。おいおい、で、この矢印みたいな剣矢印みたいな剣をこう、なんかね、こう集めてバッていくっていう、いいですね語彙力終わってるんだけど。で、10強7強7強でかなり火力出せますし、まあサポートよりのこういうサポートよりのこういう覚醒も持ってるし、耐性も持ってる。で、2ターンでこれ回復 1.5 倍取り返せたり、まあ回復3個生成、まあこれもありがたいね。普通にサブで全然優秀ですね。サブでめっちゃ強いのかなっていう感じ。まあ超覚醒で新たに10強作って、まあ、これちょっとやっときたかったけど、10強にちょプラスがなかったちょっと喉が痛いな。で、リーダースキルが紙タイプ HP 3倍ですね。で、回復つなげたら2コンボ加算なんで、今日はちょっとね、ロイヤルウォークじゃねえよ、なんでロイヤルウォークって言ってるんだろう。ノクタリア、初ノクタリアですねこの子を使っていこう。この子は相性いいかと思って、76だし、ちょっとね、俺初ノクタリア、ハスタリアなんで、ちょっと使っていこう。ごめんなさい、多分ね、今のところカットしてる今のところすっごい咳払い、もうなんかもう喉がちぎれそうなぐらい咳払いしたんで、ちょっとカットしてるから、無音になってるから。帯体勢ね。で、ロキがドロキョウ、ユウキがメナ、セシリヤクモ、ノーヒメバインド、トーリベ、ノクタリアバインド、オッケー、やってこう。まあ、ダンジョンはねあれですよ、これですよ。で、オッケー、封印弾いた。あと10ターン10ターン終わってんじゃん、マジで。10ターンってやばくない？これ打って、これを打っとこう。とりあえずもう稼ごう。稼いで、やっぱ10ターンか。でもそんな別にリーダースキル悪くないか。ならば行くか。まあ、あと1ターン待っていいか。あと1ターン待って、で、あと7ターンね。うわー、マジか。全然スキブの計算しなかった。やらかしマウンテンしてる。やらかしマウンテン、スプラッシュマウンテンしてる。うわー、やばい。そういうしょうもないボケを言うから、ミスるんだ、俺は。で、OK。まあ、火力出ますよね。OK、出る出る。吸収はナイアン。吸収ナイアンマイルなんだ。やばいな。これはもうこれ打っちゃおう。このダンジョンってどんなんだっけ忘れちゃった。こうして火水闇だっけ。ちょっと喉が痛いな、本当に今日ごめん、本当にごめん。喉との戦いだこれ。いけるね。5ターン、きた。いやー、最近、直近で、追加されたさ、あ、これ使おうか。追加されたさ、あの、いいんじゃん。あの子。なんかめっちゃ、なんか弱いっていうかさ、あんまり話題になってないさ、あの子、フェスゲン？なんだっけ？セフィーラみたいな。名前忘れちゃったんですけど、サセイラみたいな。なんだっけ？サフィーラだっけ？サフィーラかな？サフィーラね、かわいそうだよね、あれ。ほんとに、無効貫通の被害者というか、なんていうか、無効貫通つけとけばええやろみたいなさ、なんか運営さんのそういうのありません？なんか、買いも見えてません？なんか。そういうのあってかわいそうだなと思ったら、水がねえわ。あったわ。水あったけど、くまなかった。ちょ、喉が痛い。ほんとにやばい。実況どころじゃねえ。喉休まないと本当にやばい。 OK、 回復して OK かな。まあ、すげえサイレンみたいになったけど、さあこれであと2ターンね。え、こんな重かったっけ。スキブがないのか。スキブがあんまり、あ、そうだ、この子ね、紙結び強い、一見強そうに見るじゃん。一見さ、めっちゃ強えっていう火力して、あの覚醒スキルしてるじゃん。
ですけど見て、スキブ、スキブがさゼロなんだよね。スキブゼロってやばい。スキブゼロは結構やばくて、で行きましょう。あ、無効感知ね。むず。組めたけど、組めたけど。やっちゃったペッタ。まあ、24万あるんで。倒しにはせんでしょ。OK。撃っちゃうか、これ。で、こういきます。回復します。ちょっと待って。待って。左の盤面が盤面崩壊してるけど左盤面崩壊してるけど、いけるかな。 あれや、無効貫通だ。ダメだ、無視できる。消えきた、初の二人や。おお、俺サトル持ってないんですよ。サトルちゃん持ってあって、五条のサトルちゃん持ってあって、めちゃくちゃね、ノクタリアを使わずじまいに終わっちまったんですよ。使わずじまいでもう終わっちゃって、ノクタリア使わなかったんですよね、やっぱ出た当初。さあこれでそっか、つえ、まあまあつえ。誰君、マッスルボディ、お願いマッスルに出てる、これお願いマッスルに出てる、これで暗闇弾くね、弾くから弾こうは、いやー、やばいかなこれ。10個も、うーん、やっちゃった。でもいけると、耐えれると。 OK、 もらいました。いやー、なんかさ、紙結びもなんか強化もらったはいいけどさ、なんかいまいち使い道がない。使い道をなんか発掘、使い道をさ発掘できないというか発掘できませんよね。なんか難しいよね、ちょっと。あ危ねえ、危ねえ。で撃って、これも撃っちゃおう。ルレットだっけ。死んだと思った。なんか鶏みたいなのさ、さっきなんか鶏みたいになってたけど、ってなんかめっちゃ鶏みたいな気になったけど、お家がないんか。お家がないんだ。ないんだ。あ、そっか。なんかさ、追い打ちとさ、この回復エルジーなんか統一してほしいよね。統一っていうかさ、なんか例えばさ、これをする、こうお家組めばもう追い打ちが発動するみたいな、こういうエルジー組めばもう発動します、追い打ちが発動しますみたいなことなってほしいな。なってもよくない？全然なあ、なあ、友達みたいに。これルーレットから取り出していこう。出して、うわー、ゴーエシにはしたいな。まあ、あーちゃった、はみ出てた今、はみ出とったな今、やらかしたな今、ガラケーの電波みたいになってたな今、マジか。いきます。おんまあまあまあいいでしょう。誰なんか俺の中のなんかボビーオロゴン出てきた。うわー、つら、待って、ベンチプレス、あぶねー。これさ、あ、この武器強えぞ、ファントムビート。なんかファントムビートってなんか曲あったような気がする。ジャニーズでファントムビートの曲あった気がする。まあいいか。セシリア撃つか。待って、さっきなんできなかった。改善点を考えろ。もらいの。やっちゃった。やっちゃったわ。これはやってるわ。死ぬんかな俺。マッチョインパクト。強そうな名前のスキル。
さあただいま戻ってきましたが、こいつガリガリやなこいつガリガリじゃない、なんかベルトガバガバやんベルトガバガバってるやん、マジかこいつ。で取り出す、あここに組んだんやっちゃったかもしんない。ここに組むのは良くない、非常によろしくない、繋がる可能性があるからね。そう、オッケー、うまい、うまいです、オッケー、オッケーオッケー。でいってる、オッケー。さあ8回、プラズムブロードいきます。九州行きたいな、福岡がいいな。待って、そんなこと言ってる場合じゃねえんだよ、待ってくれよ。とりあえず激減、とりあえずブルーアイズで激減張って、とりあえず回復はしよう、回復はして、うわ回復4つってなんだよ回復4つって何、そんなことある、そんなことないよと言いたいよ俺は。日向坂になりたいよ。待って、 OK 危なすぎ、待って、めっちゃむずくないこいつのなんだ、こいつのあれだ、あれなんだ、こいつのさ、こいつのなんだろう、発狂っていうか行動がわかんねえな、ミスってるし、やべえ、ミスリットぐらいミスってんだこれ。待ってくれ、ダメージ量はそんなだったか、そんなだったか。待って、今さ、今なんか背中からなんか変な液体出てきて背中から変な液体出てきて、なんかちょっとなんか指がすごいザラついてるやん。さあこういきます、こういきます、ほい、オッケー、いいね。さあ回復します、ちゃんと回復しよう。待って、こいつ発狂あるのか、もしかして、こいつはもしや発狂持ちか、このターンが切れたタイミングで発狂するとか、そういうお決まりのなんかあまり面白くないやつやばくない、それあんま思んないやつやばくない。待って、やばい、闇が消えてない、あよかったよかった、織田裕二だ、織田裕二、発狂なくてよかった。でも危ないな、行きます。ちょ、操作時間な短いのかな、操作時間あんまない気がする。待って、根性持ってるあ、やばい、ちょっと待って、根性持ってるわ、こいつ根性持ったわ。まあ使いづらいまあ使いづらいね、まあ2ターン、まあまあリーダースキルで使ったのが悪かったのかな、リーダースキルで使ったのがちょっと悪かったんでしょうか。まあ全然サブで優秀なんで、ぜひ使ってあげてください。まあちょっとね、使い方悪かった気もする、ごめんね神娘ちゃん、すごい笑顔だね、可愛いね。よし、まあちょっとでもさ、ちょっとでも面白いと思ったら、ちょっとでも面白い、もしよければちょっとでも面白いと思ったら、チャンネル登録とか高評価よろしく。じゃあね。